第52章ヤレドの民の滅亡。数が増え豊かになったヤレドの民は王を選んで指導者にしました。多くの年が過ぎ、ヤレドの民は悪いことをするようになりました。そこで主は預言者を使わし、悔い改めなければ民は滅びると言われました。しかし人々は預言者の言うことを聞かず、預言者を殺そうとしました。そのため戦争や飢饉が起こり、民の多くが死にました。主はエテルというもう一人の預言者を送られました。エテルは朝から晩まで声を上げて、神を信じて悔い改めるようにと民に告げました。エテルはまたヤレドの民に、神を信じるならもっといい世界でいつか天父と共に住むことができると話しました。エテルは多くの驚くべきことを民に予言しましたが、民はそれを信じませんでした。そしてエテルを町から追い出してしまいました。そこでエテルは殺されないように洞穴に隠れました。夜になると出て行って民に下る災いを目にしました。エテルは洞穴に隠れていた間にヤレドの民の歴史を書き終えました。主はヤレドの民の悪い王であるコリアンタマーのところにエテルを使わして、こう言われました。悔い改めないと民は皆滅びてしまう。しかしコリアンタマーも民も悔い改めませんでした。コリアンタマーはエテルを殺そうとしましたが、エテルは逃げてまた洞穴に身を隠しました。民の悪がひどくなったため国中に呪いが下りました。道具や剣を置いておくと次の日にはなくなってしまうほどでした。ヤレドの民はみんな女の人や子供まで戦いました。コリアンタマーとシズはそれぞれ自分の軍を率いていました。コリアンタマーもシズも悪い人でした。民の悪がひどかったので精霊はヤレドの民を離れられ、サタンが民をすっかり支配していました。ヤレドの民は戦い続け、コリアンタマーとシズの二人だけが残りました。シズは血をたくさん流して気絶しているところをコリアンタマーに殺されました。こうしての予言は事実となったのです。ヤレドの民で最後まで生き残ったコリアンタマーは後にゼラヘムラのために見つけられました。エテルは悪のために滅びたヤレドの民の歴史を書き終えました。その記録は後にニーファイ人によって発見されました。